に8人の転職で死亡したんです。亡くなった方がいます。原因は様々です。病気で亡くなった方もいましたし、交通事故で亡くなった方もいました。自ら命を落とす人もいました。でもですね、この自分の24時間の中で一番ストレスを感じているのは職場です。この職場で8人も、ね、人が亡くなるなんてことありえない。これを何とかしなければいけないというふうに思いました。それが松本市長の中で青年部の運動を始めるきっかけでしたし、そして国鉄の分割民営化を通じてですね、なんで政治が1047人もの首を切るんだと、もうそのことですよ。政治変えなかったらこんなことまた起こるぞということで市役所を退職して、当時社会党の青年組織であります社制度の専従に、なりました。その後衆議院の山口和歩さんの秘書し社民党県連合の幹事長もしてきましたけれども、一貫して私は働く仲間の皆さんと共に一緒に歩いていこうということをお腹の中に置いて今日までやってきたつもりです。ぜひその点はご理解をいただければ非常にありがたいなと思います。この1期4年間の中で取り組んだこと、少しだけかいつまんでご紹介をしながら政策の訴えもさせていただきます。一つは林さんが県の建設労連の委員長、そして今日も現在の職長の原さんに来ていただいておりますけれども、最初から建設現場で働く皆さんの賃金労働条件の改善をしっかりしないと、いくら知事や市長が立派な絵を描いたって、最後現場で働く人がいなかったらそんなものものにならないんですよ。ところが現場で働いている皆さんの賃金労働条件はひどいものです。今だって設計労務単価がね、国の基準を上げられてきています。例えば建築大工で言えば2万5000なんですよ。でも建設労連の調べでやると1人1万1000から1万2000しか現場で払われていないんですよ。これじゃどうも、それはね、若いとね、職場来ないんです。だから少なくとも長野県が契約する建設現場では皆さんの税金をもらって建設現場にお金を落としてるわけですから、そこで不幸な人が現れちゃいけないじゃないですか。みんなが幸せにならなければいけない。だから私は設計労務単価の少なくとも9割以上支払う企業と契約をするという公契約条例やろうよということをずっと言ってきた。残念ながら私2回目の選挙で落選してしまったものですから、当初予定していたその設計労務単価の9割以上支払う企業と契約をするという思考がですね、止まってしまったんです。で、2月定例県議会でそのことをもう一度取り上げて、今言ったようなことを建設部長にぶつけて、そして建設部長からは改めて賃金実態調査をして改善に向けて努力をするという答弁を受けたところです。引き続き何としてもこのことはやり遂げたいと思っています。それから今日はアルコ交通や全日通の仲間の皆さん、国鉄で働く JR で働く交通運輸関係の皆さんもいらっしゃいます。私は松本地区交通運輸労働組合協議会や長野県健康部と言ってますけれども、そこに参加しながら皆さんの要望を長野県当局に対して毎年要望しています。本当に身近な皆さんからすれば本当に身近な問題も取り組んでるんです。例えばですね、私は毎週火曜日にミスの交差点に立ってるんですが、そこをバスがこう旋回をして左折をしていく、右折をしていくときに停止ラインが信号機の方に近いとですね、曲がりきれないんですね。そこに自動車が止まってるとそこでぶつかっちゃうんです。で、それをですね、宮委員長とは一緒にですね、現場行ってここまで下げればっていうのをバスを実際に持って行って、そして旋回させてみて、あ、ここまでラインを下げればいいな。それからタクシーの運転手さんから言われたので言えば、ここね、夜右折できないと困るんだよねというようなところもあって、そういうのも取り上げてきたり、信号機の改良などもしてきました。で、この新型コロナの中でバスやタクシーや運送業、本当はエッセンシャルワーカーの一つです。国から動かさなきゃいけないっていうふうに言われるんですよね。これ前にも話しましたけれども、で、動かしても赤字、動かしているから休業していないので雇用調整助成金が当たらないという三重苦の中で
アルコール交通で言えば何十億という借金をして、だからそこに働いている人たちがこの賃金が上がらないということがもう見えてるわけですよね。だから苦しいんです本当に。だからこれは私は政策として地域公共交通を生かす政策を、将来が見える展望が見える交通政策を作っていかなければならない。交通公共交通はですね、私ずっとまあライフワークとして取り組んできていますけれども、まあ、CO2 削減、交通渋滞対策、コンパクトシティ、もうさまいいことだらけなんで、それにはやっぱり住民の皆さんと事業者の皆さんと、そして行政が一体となって持って便利な公共交通を作っていくということが必要なんです。そして自治体労働者、私の出身職場ですが、この間転職労働の今日も来ていただいてますけども、湯本院長からさまざまな現場の話を聞く中で、例えば自治体職場で臨時で働いている皆さんの処遇というのは非常に良くないです。で、会計年度任用職員という名称に変わったんですけども、通常3年で雇用が切れちゃいます。で、転職の場合は5年契約になっているんですが、でも専門的な仕事があるんですね。生活相談員だとか労働相談員だとか専門的な仕事、これ法律を勉強して、そして相談に乗っている人たちだ。その人たちをせっかくそういう仕事を覚えたにもかかわらず5年で首を切るって、そんなひどいことをよくできるなと私は思いますけれども、県の場合はもう5年継続して、そういう専門職の皆さんは会計年度任用職員ですけれども、勤められるようになっています。でも市町村はまだまだそこまで行っていない現実があるものですから、県職で進めていることをもっと充実させながら、市町村でも簡単に会計年度任用職員の皆さんに首切るなということを運動で皆さんと一緒にやっていきたいというふうに思っています。それから女性労働者の皆さんの働く条件を作るということで、これは田口輝子市議会議員とタッグを組んでやってきたことなんです。女性労働者が働き続けるってどういうことかって言ったら、産休明け育休明けので保育園に入れるってことですよね。でも自治体は4月1日に入ってきた子どもたちに合わせて保育士をつけているものですから、途中で入ってくる人たち対応いっぱいだから対応できないんですね。なので田口輝子さんは松本の市の中で議会の中に訴えて、予定してこの7月から復帰しますという予定をすると。でそのことに合わせて最初から保育士をつける、そのことによって女性の働き続けられる労働条件を確保することができるという取り組みをします。県も自治体に対して同様の加配をしているところについて補助を出すという、県のこれは単独事業としてやっています。さらに拡充をしていきたいと思います。もう一つだけお話し、もう二つお話しします。長野県は介護による離職者が全国の中で和歌山県に次いで多いです。親の介護があって仕事を辞めなければならない、その率が和歌山県に次いで多い県なんです。これなんでかわからないんですよ。で、長野労働局に何度も足を運んで一緒に相談してきたんですが、なかなかよくわからない。分かったのは、全国の中でも長野県は共働きの家庭が多いということなんです。だがゆえに、まあ、介護の時に辞めるという選択をしてしまうということなんですね。でもこれ国の制度で介護休暇っていうのは90日間を3回に分けて取れるんですよ。で、これ知らない人が多い。だから親の介護が始まった時に30日取って、そしてまた途中で施設入所とかしなければいけなくなった時に30日取って、最後いよいよ行かなくなった時また30日分けて取るってことが可能なんですよ。できるんです、制度として。でもこれでなかなか知らないので辞めちゃうって人がいるんですね。そこで私が提案したのは、これは健康福祉部に提案したんですね。産業労働部じゃなくて健康福祉部に提案して、ケアマネージャーさんたちが必ず相談に来るので、ケアマネージャーさんたちがちゃんとそのことを教えてほしい、周知してほしい、そのことをお願いを提案をしました。最後に少子化対策も、私は詰まるところ働く人たちの労働条件を改善する、賃金を改善していくことしかないというふうに思うんです。
全国で80万人を切ったという新聞報道があった際に、朝日新聞だったかどっかの新聞にですね、大体じゃあ年収いくらあったら2人目の子供を作る気になるかっていうアンケートの結果があって、やっぱり世帯でね、800万円以上収入がなかったらやっぱり2人目3人目の子供を作るってならないんですよ。でもですよ、1995年日経連がこれ日本のこれからの雇用の在り方はこうだ、専門的な仕事、技術的な仕事っていうふうに振り分けて、そして非正規雇用はもう労働力主役なさ、仕事は全部非正規雇用でいいじゃないかみたいなことを方針出した。それに基づいて派遣労働法がどん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 拡大をしていった。非正規雇用が当時20年前ですが 20% だったら今 40% まで増えている。これがですよ、これがやっぱりもともとのその財政もですよ、国の財政も県の財政も市町村の財政も、そして健康保険も年金もその財源が枯渇していくのは当たり前ですよ。そんなのだから正規の職員希望する人たちが正規の職員で働ける、また非正規雇用でも真っ当な暮らしができるように最低賃金を引き上げていかなければいけないという話をずっと、もうこれはね、参議院選挙の時からもうずっとしてきました。でもね、その時に言われたんです。あ、今日来てますけれども、日野だるまの奥さんにですね、だけどね、うちはね、零細企業でね、そんな賃金払えないよって。それで今は本当そうですよ。大企業は賃金ありました。本当はできました。でも、中小零細企業は原資がなくて払えないんですよ。だったらやっぱり中小、国がですよ、県がですよ、やっぱり中小零細企業を支援して、賃上げの原資を作って、そこから好循環をしていく、価格転嫁をして賃上げもちゃんとできるようにしていくっていう、そのサイクルを作っていくにはやっぱりまず行政がお金を出すってことですよ。働く人たちが幸せになる社会にしていかなければ、この国の未来はないですよ。子どもたちが安心して生きていくことのできる社会を作るのは私たち大人の責任であり政治の責任です。だからこそ働く人たちの労働条件、賃金を改善していかなければならない、そのことを思うんです。それで、私は安倍知事はですね、なんか長野県は全国で一番、起業しやすい信州なんてことを前に言ってたことがあるんですが、それは違うぞ、さっき長野さんに紹介しましたけども、長野県は信州は全国で一番働きやすい県にする。そのことによって移住者が来て、それからその時に企業は一定の負担しなきゃいけないですから、それは痛いところもあるかもしれない。しかし協力してもらってですよ、長野県は信州は全国で一番働きやすい県にする。そのことが全体の幸せを循環させていく道だというふうに思います。これはあくまで私の提言です。このことを実現していくためには、やっぱり今日お集まりの皆さんと一緒に勉強会をしながら、どうやったらみんなが働きやすい職場を作っていくことができるのか、そのことに一緒に私も参加をしながら、そしてみんなで力合わせて政治を動かしていく。そして議会の場では皆さんの声を私は拡声器となって、代弁者となって伝えていく、その役割をぜひなんとか、あとよ、この次の4年間私にその役を果たさせていただきたいということを心よりお訴え申し上げ、決意と政策の一端をお話しさせていただきました。本当に厳しい、後ほど情勢の話があると思います。大変厳しい選挙戦が続いています。しかし何としても勝ち抜いていき、皆さんと一緒に政治を変えていく、その場に立たせていただきたいということを重ねてお願いを申し上げ、私の訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。